あのそのガンギャルの絵を見てないので何とも言えないんですけれども基本的にその目の,あの線例えば上まぶたでも下まぶたでも濃すぎるなと思ったらあの色トレスあの黒じゃなくて茶色にするとかあの灰色にするとかってっと色自体を薄めて印象を弱めさせる方法とあとはもう線自体を上からこう描いちゃってぼかすっていう、まあ、メイクでもそうじゃないですかはっきりアイラインが強すぎると,ちょっとぼかしたりして印象を弱めたりするんですけども。 だから、ま、ギャルなのがちょっとおかしいなと思ったらそ、そのアイラインと下まぶたの感じをもっとぼかして印象を弱めるっていう。実際のメイクと同じようなことをすると、あの、ある程度その目の、目回りの印象みたいなのがコントロールできたりするので、あの、まあ、そういったこと参考にね、あの、上からなじませるっていうことをね、やるといいんじゃないかなと思います。